What's up, guys? Welcome to our channel. You're in Rin. This is Stranger, and I'm playing Scarlet Nexus. So this is Phase 11. I just went through the Red Strings, or through the Kunad Gate. Did some entanglement, whatever. And we're here. And their mom's gone. So she went back to her time. Everyone's gathered. What are we waiting for? Am I supposed to talk to everyone? Oh. 11年前、若菜さんはこの時代。おい、その。本当は、もっとお前たちとは。若菜さんが過去にも。若菜さんは。気持ちをこらえて。Am I supposed to do something here? Or...What am I supposed to do? Objective. Talk to your friends. I did! Did I miss someone? Alright, there you go. I missed Hanabi. Miou da ne. Wakana-san wa modotta. Nano ni naze kienai. Hontou ni, motsure wa subete hodoite kitan da na.私たちが感じたもつれ11年前と50年後それとヤクモスメラギの時代全部ほどいてきたわはヤクモスメラギの時代に何の関係がある俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで多分もつれが発生してたんだと思うんだけど何言ってんだ確かにヤクモは事故で重傷は負ったが暗殺なんてされてねえぞ私たちにもよくわからないわだけど見たのよヤクモスメラギがカレンに殺される場面を なんですってあの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけどそう確かにあれはカレン元連隊長だったカレンは、カサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。あ、そうだ。カレン元連隊長は、カサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて、時間跳躍をしたのかもしれない。つまり、クナドゲートが消えないのは、カレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているからでもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね見つけられないものを一体どうやってほどくのカレンのもつれはカレンがほどけばいいそうだねその通りだカレンをクロノスターミナルへ連れて行ってもつれをほどかせるしかないだろうね渡る、カレンの所在は確認できるか?そう言うと思って調べてるが、全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮に、カレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか。おい、お前たちが見たのは、本当にカレンとヤクモだったのか顔をはっきり見たんだから間違いないわよあいえ顔を見たのはカレンだけだわでもあれはヤクモだよ確かに伝承のマスク姿そのものだったしああそうだよマスクだそれなら辻褄合わせられちまうじゃねえか一人で納得しないで説明早くそう焦らせんなってつぐみちゃん史実の通りヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが事故からしばらく経った頃急に人前に出てこなくなってヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ人が変わった
さか本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの、結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている。兄さん、何を。あの方は周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。周防の地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われてまず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に。どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう。やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか、話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし渡る、吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オーケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイトもカサネも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとうゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか、それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。 That was fast. That was a really fast pace. Fast as I think. There another Bond episode for each? We have one for Nabi. We have one for Luca, Gemma.Shiden, Asane. I'm guessing I have one for Kyoka. Yep, I have one for Kyoka. That was really fast. Jesus Christ. Yeah, I'm just gonna use this video. You should have after. Yeah, I'm expecting new products. After.Each phase, you get new products. Infusion gear. Let's buy some. Oh, I'm at exchange. I don't use exchange that much. This is bad items. Oh, it's not available here yet. Okay, we have to go to exchange. I prioritize exchanging things for presents first.Checking in.
to read this one. There's no check. You don't have it yet. So you. Not. Just hoping you don't run out of materials. The exchange. Nope. Okay, since we're done with that, let's go with the three up to mark 6. Jelly. All like jelly. Medium, I probably pick some. Up. Greenfield, yeah. I was worried I'm gonna use something up, but look at the right side. 97, 97, 95. Grinding has its perks, right? Goodbye weapons. That's it? It's no new weapon? Alright, let's try exchange weapons. Knew it. Last but not least. Alright, so I guess I'm back to doing bot episodes. So far there's SAS, Isuri, just Gemma, Hanabi, Tsugumi, that's maxed out. The others, I'm hoping Luca, he's gonna get maxed out on his Bond episode. I have one Bond episode for her. I'm also hoping that will max her out. She didn't still a long way. So yep, I'm gonna end it here. If I didn't cut the last video, I'm gonna end up with a 1 hour video because of all the talking stuff. So thank you for watching. Like, share, subscribe. I'll see you in the next one. That's gonna be all Bond episodes. Next video, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bond episodes. That's at least 6. So if you talk to someone, do their Bond episode. Sorry, 7. These 7 Bond episodes. Sometimes if you talk to someone, you do their Bond episode, you're done. You get another one. Alright. And standby phase 11. Second ever. Oh, that was really fast. This is the fastest. Face ever.
So I'm gonna end it here. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. We really want to grow. So, yep. Thank you. Linkfield, bitch. Here we go. みんなを守るよ。何もかも全滅してやる。何を考えてるんだよ兄さん。